ね、コメントとかもなんか面白いのありますね、結構ありますよね、皆さん書いていただいてるんで、ね、ファンの皆さん今見てますよ、選手がちょっとパーッと書いていただいたら、ちょっと拾って、なんか気になるのとかあったら拾っていただいても全然構いませんので。もう本当にね、待ってください、ありました、もう早速ありました、はい、お願いします。吉田ゴリラ T シャツないかな。うちの先輩ですか、これはどうですか、愛知県のパイセンですかね。僕らが愛知県のパイセン、吉田ゴリラさん、吉田俊博、別名シャバーニ、本当だ、うん、T シャツ、需要ありますかね。いや、あります、選手と同じ T シャツ欲しいなとか着てますもん。なるほど、なるほど、なるほど、慎太郎は存在お笑いらしいですよ。なんかモンストやろうって誘い来てるよ。いや、チャンピオン、今はダメです、今はダメですから、今はちょっと後でしてください、後でしてください、チャンピオン。小川さん手を振って、もう面白いですね。もうなんかそう、まあ、T シャツもそうですし、あと なんだろうな、なんか何をあげるみたいになっちゃってますけど、いやいや、なんかでも、うん、なんか例えばですけど記念のジャージとか。吉田そのゴリラ岡谷選手、いや、これじゃ分かる、ただのゴリラですって。岡谷選手、もうそれはゴリラですよ、もうそれは。ちゃんと吉田選手の顔出してください。間違えました、吉田さんです。うん、もうゴリラです。ゴリラです。いや、ちょっとゴリラでしょ。ゴリラじゃなくて、ちゃんと吉田さんの顔出してください。今出てたから、あ、出てたゴリラ。今出てた。出てた、ゴリラ出してたかと思った。ゴリラじゃないですよ。あ、そうなんだ。まあでも自分でやってますからね、これ。確かに。ね、うん、自分でね。自分で。本人の LINE のスタンプですからね、これ。あ、こういうスタンプ出してるんですね。すごい。あ、すごい。でもやっぱり僕、新田選手思うんですけど、やっぱ SNS この時期やっぱ会場の開催もないじゃないですか、はい、レースもないですし、やっぱファンの皆さんと交流するのは僕もう SNS しかないと思うんで、うん、そうですよね。で、あと会場でも SNS をやってない競輪場とかもあるじゃないですか、はい、僕はぜひやっていただきたいなと思うんですよ。こういう動きやってますっていうのはファンの皆さんに発信して、逆に、はい、どんな人に出演してほしいとかあるんですかね。あ、ファンの皆さん、この番組ですか、見てる方がこの人の話聞いてみたいなとか、こういう人たちとのセッション見てみたいとか。おお、それアンケートでとか、アンケートというかね、その欲しいですね、アンケートとして メッセージでね、 誰が見たいかと、はい、どの選手のね、はい、やっぱ大塚さんと南さんで2人で出てほしいですよね。もうそれね、あれあれだから、大塚さんと南さんの T シャツ欲しいって書いてあったから。南さんね、人気ですね、やっぱね、人気人気、確かに。は大塚と南修司と小野俊之でいいんじゃない。うわー、すごい。すごい、ね、南修司さんの見たいですね。最高ですね、それちょっとそれ募れたらすごいですけども、まあやっぱり多い。わ、すごい来てますよ。来てます、来てます、今もうめっちゃ来てます。もう誰が来てほしいっていうの書いてありますね。もうやっぱり松浦選手とかね、今回ね優勝された松浦選手、清水さんとかね、もうすごい、もう一気にいっちゃうから、もうコメントがもううわって、ね、さあ、清水さん、高木真希美、南さんと大塚さん、石井博子、ワッキー、平原さんとか、なんかいっぱいあります。ちょっと待って、もうね、時間も早いですよ、あっちゅう間でございます、楽しんでもらえてますかね、皆さんに。いや、楽しんでいただいてるでしょ。コメントもたくさんいただいてますし、さっきこんな人が出てほしいのは、もう皆さん見てますからね。ちょっと待ってください、チャンピオンが何か食べてますね。ちょっとおつまみ変わりました。チャンピオン、チャンピオン何食べてる。サラダです。サラダ、やっぱさすが、さすがですね。ちなみに他の方にも一応オファーはかけられてたんですか。お願いしています、今のところ。あ、すげえ。でまあ深谷とかも聞いてくれてて。あ、深谷さん、はい、深谷は誰、あのお話としてはどんな人がオファーを。すいません、今電波が切れました。どんな人たちが。すいません、ちぎれました。ちぎれた。あ、ちぎれた、はい、これはなかなか。あ、オファーですよね。はい、そう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 、はい、あの村上兄弟には声をかけました。いいっすね。いや、すごい、もうこれはもうすごい番組になってくるよ。もうこのメンバーだけでもすごいのに、はい、競輪選手2300人全員アベンバ見るんじゃないですか。全員見ると思いますよ。
お二人ともすごい快諾してくれて、やれる力になれることがあるならいつでも言ってほしいって言ってくれたので、ありがたいですね。ぜひまた出てほしいですね。わ、ぜひ。確かに歴代のグランプリチャンピオンみんな映ってほしいよね、一つの画面に。本当です、本当です。確かに。その時三谷さんも来てくださいね。もちろん弟が行きます。弟がね。そうですね、それはぜひいろいろ聞くことが関わりますけども、はい。はい、そうだったそうだったら、そうだったら、すいません。ね、じゃあせっかくですが今日はほら、はい、やらないかんことがありますから。そうですね、はい、ちょっと視聴者からのアイディアちょっといろいろいただいてちょっと困ってるんですけども、はい、なんか一人一人覚えやすいキャッチフレーズを作るだとか、はい、有名な、女優とスキャンダルを取られるだとか、はい、あとガールズの水着ショー、はい、あと自分のレースの解説動画をアップ、はい、あと私物のプレゼント、うん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 、あとファンとリモートなどで同じ画面で直接交流と、うんうんうんまあ、この後ですね自粛が終わった後に競輪場に人が集まるアイデアこちらをね募集してて本当に今日やってもらうんでしょこれを、うん、考えて、まあどれがいいと思います皆さん慎太郎さんとかは、うん、やっぱりスキャンダル欲しいよね。ゴリゴリだな。いやもうスキャンダルはもういろいろ大変ですよ多分精神的なこととかもいろいろ出てきますよこれ。まあそれは近くにいるらしいですけどね。呼びましょう。え、なんすか、なんすか、三谷選手玄関に来たらしいですけど呼んでもいいですか。えここに入れちゃっても。え玄関に来たらしいです。三谷さんを一つの画面にしてください。入れま、きま、呼びましょう、呼びましょう。はい、今いや、リュウちょっと呼びますよ、さすがに。いや、どういうこと。マジの、マジで来てるんすか。なにすごい。そうなんすか、弟さん、おられるんすか。ガジリュウキさん、ちょっと、はい、リュウキ今から来ます。リュウキさんいるの。えはい、僕、呼びましょう。今、たまたまそんな話題。リュウキさん。これはちょっと僕らではもうあれですよ。これはもうすいません、いろいろ新田さん、いろいろお話しされて、新田選手ちょっとお願いします。ちょっとなんかアイディアが。久しぶり、聞こえてる。あ、聞こえてます今、はい、やっぱり黄色なんだ。そうっす、外せない。黄色、ちゃんと黄色着てはる。普段着も黄色なんで、いつ見ていただいたら分かると思います。すごい。佐藤さん、佐藤慎太郎さん、なんか聞きたいことありますか、何か。あ、リュウキに、はい、リュウキ、俺グランプリ取った時に、はい、うちの妻に言われたんだよ。ほう。カメラに気をつけてねって。慎太郎さん本当に気をつけてくださいね、はい。いやもう三谷選手ありがとうございます。いやこれ結構みんなねどんな感じなんかなってこうやって出ていただいてこの感じになったらもうすごいありがとうございます。嬉しいですね、ありがとう。近くにいたんで呼ばれたから来ました。今度はあれですね、もうスタートから来てほしいですね。はい、あ、そうですね、また機会があればよろしくお願いします。いや、またもう機会を全然作るんで。わかりました、はい、はい、めっちゃ通りなんで頑張ります。出てくれるということで、すごい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ねえ、三谷さん、まだまだね、この先にもまたレースも待ってるでしょうから、はい、頑張ってください ね、 そうですね、ありがとうございます。もう三谷選手ただただ今もうコメントでも株が上がってますよ。もうありがとう出てくれてみたいな来てますし。本当ですか。はい、よかったです。すいません、ファンの方に一言お願いいたします。ファンの方に一言お願いします。あ、そうですね、まあいろいろあり、ちょっといろいろありましたけど。自分でもなかなか。はい、しっかりこれから頑張りたいと思います。またよろしくお願いします。応援してますよ、頑張ってください。三谷純喜選手でした、ありがとうございます。素晴らしい、ましたけど、ありがとう、よく出ていただきました。ありがとうございます。はい、まあ、このまま引き続きエンディングまでね、リュウキさんには出ていただこうと思ってます。いや、翔太。翔太。え、翔太いるんですか今日。いるよ。いるんですか翔太さん。すいません、翔太さん。すいません。いるよ。翔太さん。ありがとうございます。あ、すいません、翔太さん。それはすいません。リュウキさんでエンディング向かうと思ってましたけど。いるよ。あ、そうそう、すいません。いるね。
インいいですメインすいませんメインですいません申し訳ないやっとぞちょっとじゃあ決めましょうか新田選手何か、はい、決めましょう、まあ、あのキャッチフレーズに関しては、はい、おそらく、まあ、これはすぐできることだと思ってすぐできるっていうのはアイデアの問題はありますけど、うん、これは、まあ、やっていければいいこれはやっていきたいと思いますねなるほどちなみに深谷選手平成の怪物って言われたりとかした時は、はい、どんな気持ちなんですかそれつけていただいて、まあ、ファンの方とか新聞記者の方とかあ俺平成の怪物なんやっていう感じですか、うん、自分としては言われてるなっていうだけでなんかあんまりそのなんていうんですかね、うん、こうなんていうんだろうなまあなんかつけられてるなっていう感じですかねそうですねそれぐらいとしかなんか感じてないですねなるほどね、はい、伊藤は昭和の狩人でしたっけ昭和の狩人出ますねいいですね面白いちなみに深谷さんから見て令和の怪物は誰ですか令和の怪物どうなんすかね誰なんだろうやっぱこの後タイトル取った若い子になるんじゃないですかね、うん、なるほどね、はい、小川慎太郎さんではちょっと令和にしては年いってないですかね確かにそうね笑ってる笑ってる笑ってるめっちゃ笑ってる小川選手笑ってる場合じゃないですよ笑ってる場合じゃないちょっとって言わないと小川選手いやいやもう年あんまり変わらないんでちょっとまあねまあまあおっさんなんででもやっぱこういうのをやっぱ選手同士の関係性とかこういうのを分布図とか見たらもっとファンの方は分かりやすいんだけどねそまあ地方地方で分かれてるからどうしてもこういう交流ないんじゃないかって勝手に思っちゃう部分もあるしこれはだってすごい貴重なことだし、ね、選手が飲んでる姿をね一般の方に、ね、他になんかやりたいアイデアとかありましたらなんか選手の方今思いついたのでもいいですしファンの方も書き込んでいただいて、はい、なんかねグッとくるのが浮かべばなんかそれをやっていこう三谷さん聞いてみたらああ三谷さん、はい、三谷さんどうですかなんかこんな他にアイデアあります？他にアイデアですか、うん、そうですお客さんと俺は、うん、やっぱもう SNS 今ちょっと結構活用してるのでやっぱりそこでもっともっとつながっていきたいとはできるやつがいいですよね SNS でああ僕ねそれがいいですねリモートが絶対いいと思うんですよ 今だったら、まあ、リモートが一番直接つながれるんで、うん、リモートを使ってちょっと次回できるか分かんないですけど、うんはい、次回やりたいなと思ってるのは、うん、歌を歌うっていうのをやってわ歌カラオケとかってことですか？カラオケ的な部分で一緒に歌を歌う、うん、いやただ俺ねあの昔野球選手の方がカラオケやったりとか、ね、あと相撲取りの方がお相撲さんがカラオケやったりとかあるけど、ね、競輪選手はやっぱないじゃないですか。ないですね。いや僕そう新田選手いいと思いますよ。え選手は意外と上手い人とかいるんですか？中野浩一さんって世界で10連覇したんですけど、はい、ミスター競輪、ミスター競輪はあの芸能界ナンバーワンで1位取ってますからね。歌の、はい、だからやっぱりほら当時はテレビにもやっぱ出てらっしゃったんですよ、やっぱ競輪選手の方。そうですね、歌ったってね、うん、だからこれやっぱり実際こういうのあって動画サイト、これもちろんアベマも YouTube ありますしね、そこで流れたりとかしてバズる可能性もありますか、うん、歌うまいじゃんみたいなことで。現役の選手でうまい有名な選手とかいるんですかね。ちなみになんかそのメンバー誰か聞いたことありますか、この選手うまかったよとか。中野さん、ちょっと現役じゃない中野さん、さっきの話つながるんですけど、はい、チベとロザンナの歌歌ったらしいんだけど、はい、あのカツラの上にカツラかぶったって言ってました何言ってんの。ちょっと新田さん一回変わらってきてもらっていいですか。一回チャンピオン残波が過ぎますって本人が言ってた。あ本人が言ってたんですね。本人が言ってたらいいです。ありがとうございます。ちょっとドキッとしてる部分があって。あそうなんですね。やっぱ上手い選手だと近藤辰徳は上手いですよ、ね、あ出た愛知の八王八王はね、うまいっすか。ヤオーはいいんじゃないですか。ヤオーヤオーつながりは何を歌ったりするんですか。特に歌うなっていうのはその近藤さん選手は何でも歌います。何でも歌う。ミスチルうまくないですか。ミスチルうまいね。
だからもうやっぱそういうのは選手しか分からんかな。うまいあいつ。ぜひそういうちょっと。最近清水翔太練習してました。清水翔太。ワンオクロックもうまいじゃん。すごい難しいところから。ね、そういうのもいいですよ ね。佐藤慎太郎さんもなんかワンオクロック歌うって聞いてますけども、あ、めっちゃ歌いますよ。嘘つけ嘘つけ、何でもかんでも。何の歌を知ってるんですか。あと大体ワンオクロックかヒゲダンですね今はね。さすがです、さすがです、さすがです ね。じゃあ今までいっぱい上がりましたけどね、なんか決めましょうか。決めましょう一つ。そろそろエンディングも近いですし。そしたら、あ、じゃあもう一回全部上げてもらっていいですか。はい、わかりました。ちょっとこれ出し見え、ま、言った方がいいのかな。じゃあ行きますね、はい。一人一人覚えやすいキャッチフレーズを作る、はい、あと有名な女優とスキャンダルを取られる、はい、あと水着のショー、うん、はい、だからまあ体、選手が体見せてもいいと思うんですよ ね。それは別に水着じゃなくて男性、チャンピオンが見せるみたいな、はい、あ、何でもいいと思います。あと自分のレースの解説動画をアップする。解説、はい。いや脱いでるやん。びっくりした。わ、いいね。そして、私物のプレゼント、うん、あとファンとリモートなどの同じ画面で直接交流と、はい、あとまだかけてないですけども、はい、競輪場で選手たちと BBQ がしたいっていうのもありますね。おー、いいですね。あと、これは明けでしょ。まあ明けですね、まあ、明けのことですけども、はい、やってほしいことは、あと自分のレースを見ながら解説する動画を撮ってほしいみたいな、うんうんうん、こういうのもありますね、はい、やっぱり僕はですね、はい、キャッチフレーズつけてほしいですね俺に。あ、三谷選手のね、やっぱそういうのもいいっすよね。だからそういうのも募集したりとか。俺誰やん、俺誰や俺誰や、いや三谷選手、三谷翔太選手でしょ。上がったんじゃねえよ。オラオラね、だからなんかつけれるんやったらつけるとか、うん、そうっすね。だから三谷さん、俺すぐ頼まない。ポータはキャッチフレーズ俺つけるよ今。わお三谷隆起の兄貴三谷翔太でいいんじゃねえか。ややこしいな。ややこしいな。三谷隆起の兄三谷翔太。そうやけど、いや、そうやけどって話ですよ。異名ですよ、異名チャンピオン。異名が欲しいの。いや、そうですよ、三谷隆起のお兄ちゃん三谷翔太で、うん、分かってますか。あ、じゃあ新田選手決めてもらいましょう一つ。そしたらですね、はい、あ、いいの、三谷選手いいの来ましたよ。平成、はい、平成の焼きそば頭って来てました今。全然よくないかんな。髪型変えれない。あ、じゃあもうキャッチフレーズ決まりましたね。大丈夫だな。キャッチフレーズ OK、 スキャンダルもさっき出てるから OK。 もうはっきり言うたやん。もう OK、 自己解説に関してはこれは僕はありだと思うんですけど、ちょっとまだその動画テクニックとかもあるんでなかなか難しいのかなと思うんで。あ、その動画を使うっていうことがですね、はい、あとはリモートと私物プレゼントなんで、はい、どっちかな。お願いします。これを例えば合体させるとかね、それ出てもらった方にプレゼントとか。それいきましょう。じゃあ決めました、はい、リモートをして、はい、その中で話をして、うん、で出てくれた人って結構勇気いると思うんですよ、はい、でその人に賞賛をするということで、何かをプレゼントする。お、お、なるほど。わ、皆さんどうですか、他の方、他の選手の皆さんどうですか今ので。 OK です、いいと思います。深谷選手だってもう人形で拍手してるもん。あ、いいですね。いや、いいじゃないですか。プレゼントします。あ、これもプレゼントしてくれる。おー、すごい、深谷選手の。いや、マジ、もう見たら、あとで後悔、エロ本と一緒ですよ、あとで後悔しますよ。出た後もやっぱ取り行こうみたいになりますって。ねえ。さあ、というわけでございまして、2時間、たっぷりと皆様お話しさせていただきましたけども、皆さんいかがでしたか、ちょっと一人一人聞いていきましょうよ。残り時間、ね、2分ですから、もう。ね、じゃあ、代表して。じゃあ、この企画でちょっと競輪選手の、だから言ったように、ね、さっきね、もう分かるように、まあ、人間のこの関係図、選手同士の関係図とかももう知りたいんで、そういうの作れたら面白いですよね。相関図みたいな、相関図みたいな、
そういうのも見てるからね、ファンの見たら見やすいというか、それも作っていきましょう。だからこう新田選手のところにこうやって佐藤慎太郎選手がいたり深谷選手いたり、だからこのメンバーがこういてみたいな相関図、例えば村上兄弟のところにはこういう相関図でとかやったらファンの人はパッと見て分かりますから、うん、それもやりましょう、うん、ね、それもちょっと作っていけたらなと思っておりますので、うん、ね、はい、そしたら、はい、そうですね、これ見てくださってる競輪のファンの人たちから出てほしいファン、出てほしい選手も挙げてもらいながら、はい、これを見てる選手も多分いると思うんで、はい、あ、俺出てもいいよとか出てみたいっていう人、うん、私も出てみたいとかいう人がいたらダイレクトメールを、僕らみんな SNS やってるんで、はい、どんどん送ってもらって、でその中で相関図作りましょうよ。 OK、 そうしましょう。ぜひお願いします。ファンの人たちも参加してもらう形で、はい、ありがとうございます。三田選手もあっという間で残り30秒という、あと15秒早いんで、じゃあ新田選手締めてください。10秒前、皆さんありがとうございました、見ていただいて、はい、これからも競輪を盛り上げるために頑張ります。応援してください。以上ぶっちゃけ競輪でした。皆さんありがとうございました。選手の皆さんありがとうございました。